皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はですね、腸活と免疫の関係についてお話ししていきたいと思います。突然なんですが、皆様に質問があります。自分に当てはまるものがないかなと思いながらちょっと聞いてみてください。1つ目、炭水化物や糖質の多い食材を食べるのを控えている。2つ目、お肉中心で野菜をあまり食べない、忙しくて朝食を抜きがち。4つ目、毎日同じメニューを繰り返すことが多い。5つ目、噛む回数が少なくて早食いと言われがち。食事の時間が決まっていなくて毎日不規則、お腹が空くのが嫌でちょくちょく食べることがある。どれか一つでも当てはまった方いらっしゃいませんでしょうか？私はお腹が空くのが嫌でちょこちょこ食べるみたいなところは結構当てはまるなと思っています。これ何に共通するかと言いますと、一つでも当てはまっているともしかしたら腸内環境が悪化しているかもしれません。今お話ししたような食習慣を続けていると腸の中の悪玉菌を増やす食習慣の特徴になります。一つでも当てはまっているものがあるなと感じた方はぜひ最後までご覧いただいて、ご自身の腸の健康というところを見直してみていただけたらなと思います。腸の健康を意識するというところを、腸活というふうに言うんですけども、腸の健康と免疫っていうのはどういう関係があるのかなっていうところをまず解説していきたいなと思います。そもそも免疫っていうのは私たちの体の外側から入ってくる菌だったりウイルスとかそういったものから体の中で防御するシステムのことを免疫と言います。その免疫のシステムを担っているのが免疫細胞と呼ばれるものになるんですけども、免疫を担う免疫細胞が約 70% も存在しているところが腸になります。腸での免疫のことを腸管免疫というふうにも言います。全身にある免疫細胞の約7割が腸にあるというところを踏まえて、腸内環境が悪い状態になってしまうとそれに伴って免疫の機能が下がってしまうということにつながります。なので体を菌やウイルスから守るためには腸内環境を健やかに保つということが重要なキーポイントとなってきます。腸内環境がいいっていうのはどういうことを指しているのかと言いますと、腸内細菌のバランスがいいということが優れた腸内環境であるというふうに言えます。腸内細菌っていうのは大きく分けて善玉菌と悪玉菌と、いい悪いもない中間地点にある日和見菌という3つに大きく分けることができます。善玉菌の代表的な例としてはビフィズス菌や乳酸菌などが挙げられます。悪玉菌の代表的な例としては大腸菌、ウェルシュ菌という菌が挙げられます。特に善玉菌と悪玉菌のバランスが重要なポイントになってくるわけなんですが、善玉菌の数が減ってしまって悪玉菌の数が優勢になってしまうと腸内環境のバランスが崩れて腸内の環境が悪化している状態というふうに言えます。そのバランスっていうのをいかにうまく保つかっていうのが腸活というところの鍵になってくるということになります。今代表的な菌をお話ししたんですけれども、腸内細菌というのはおよそ体の中に100兆個ぐらいあるというふうに言われていて、種類も1000種類以上あるみたいなので、今お話ししたのは代表的な菌というところでお話しさせていただきました。今度は自分の腸内環境を知るにはどうしたらいいのかなというところをお話ししていきたいと思います。善玉菌と悪玉菌のバランスが大事だよというお話をしたんですけども、目に見えるものではないし毎日数えられるようなものではないので、じゃあどうやって自分の腸の健康状態を管理したらいいのかなという話になってくると思うんですけども、ここで重要なのが便になります。便は体からのお便りだと思ってください。便の状態が良ければ腸内の環境も健康だよという目印になりますので、ぜひ毎日観察してほしいなと思います。で、腸内環境がいい状態の便っていうのは滑らかなバナナ状をしていて、あと匂いもそんなに強くないっていうのが健康な腸である特徴と言えます。悪い状態の便、硬かったりだとかコロコロしていて、こう細かい便だったりとか、あとは緩くて液状の便だと腸内はあまりいい状態にないというようなお知らせになります。あとは下痢だったり便秘をずっと繰り返している、あとはおならの数がいつもより増えたなっていう気がする時は悪玉菌が増えている証拠にもなるので、これも一つの目印となります。じゃあですね、具体的な腸活のやり方お話ししていきたいなと思います。いろいろ方法はあるんですけれども、食の面から腸活に関するお話をしていきたいなと思います。
思っています。善玉菌を増やすところがイコール腸活につながってくるんですけども、じゃあ善玉菌はどうしたら増えるのかなと言いますと、ポイントは2つあります。1つ目が生きた善玉菌であるプロバイオティクスを取ること、これが重要になってきます。プロバイオティクスはどういった食材に多く含まれているのかなと言いますと、納豆とかヨーグルトとかお漬物、そういった発酵食品ですとか、あとは乳製品に多く含まれています。このプロバイオティクスっていうのは取っても便で排出されてしまうので、今日ヨーグルト食べたから明日は食べなくていいやとか、そういったことではなくて、毎日継続してしっかり取っていただくことが重要になってきます。発酵食品とか乳製品を毎日の食事にぜひ取り入れていただきたいなと思います。2つ目のポイントが善玉菌を直接増やすためのプレバイオティクスを取ること。プレバイオティクスっていうのは善玉菌の餌になる成分なので、もともと腸に存在している善玉菌をより活発にして仲間を増やすというようなイメージになります。このプレバイオティクスっていうのがどういった食品に含まれているのかというと、野菜全般、あとは果物かお豆などに多く含まれています。成分としてはオリゴ糖ですとか、あとは食物繊維に多く含まれていますので、お野菜とか、あとは炭水化物、ご飯とか麺のような主食もしっかり毎日摂っていただくことが重要なポイントになってきます。今言った生きた善玉菌を増やすプロバイオティクスと、善玉菌の餌になるプレバイオティクスを多く含む食品はぜひ普段の食事に取り入れていただきたいなと思います。腸を健やかに保つ食品というのはそれぞれ個人差があるので、彼には合うけど私には合わないとか、そういったことがあります。なのでみんながみんなヨーグルトを食べれば腸内環境が良くなるかといったら、そういうわけでもないっていうのも一つ特徴になります。プレバイオティクス、プロバイオティクスを含む食品を自分の普段の食事に取り入れていただきつつ、毎日その自分の便の状態を観察して、自分に合った腸活のための食材っていうのを見つけていただくっていうのも腸活のポイントになってきます。なので食物繊維、発酵食品しっかりとっていただくことと、あとはいろんな食材を組み合わせてバランスのいい食事を心がけるというところは健康管理の何よりも重要なポイントになってくるので、いろんな食品を食べるというところをぜひ意識してみてください。特に朝ごはんはなるべく決まった時間に食べると、腸もリズムを覚えてくるので、この時間になったら朝ごはんを食べて働かなきゃいけないっていうようなリズムを腸に覚えさせるっていうのも、健やかな腸内環境とか便通の改善というところでも役に立ってきます。あとはよく噛んで食べる、これも消化を助ける上で重要なポイントになってきます。あとはお腹が空くのが嫌でこうちょくちょくつまんで食べるっていう方多いんじゃないかなと思うんですが、空腹の時間を作ってあげるっていうのも腸の健康の面ではいいというふうにされています。腸もずっと食べ物が入って消化をし続けているっていうよりは、お掃除をする時間も重要になってくるので、ちょっとお腹が空いたなっていう状態を作ってあげるっていうことも健康管理の上では重要なポイントになってくるので、ぜひ意識してみていただけたらなと思います。最後に傾聴っていう言葉があるのご存知でしょうか。腸に耳を傾けるっていうような意味になるんですけれども、ご自身の健康管理の上で傾聴の第一ステップとして、食物繊維や発酵食品を1日1食でいいので取り入れてみていただきたいなと思います。第二段階として、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を食べる生活を2週間続けていただいて、その上で便の状態を観察してみてください。第3段階として、その便の状態が滑らかなバナナ状の形のいい便が出たら、 1,2 週間食べてきた食品があなたの腸活にいい影響を与えてくれる食品だという目印になりますので、そういう食品が見つかったら毎日の食生活に必ず取り入れるようにしていただきたいなと思います。腸内環境を整えるというところは、今回免疫に着目してお話しさせていただいたんですが、腸内環境が悪化するというところがいろんな疾病の原因にもつながってくるっていう研究結果も出ていたりするので、日頃の健康管理の一環として腸に耳を傾ける、便を観察するっていうところをぜひ毎日取り入れていただきたいなと思います。では本日は腸活と免疫の関係についてお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。